奈良林鎮さん、奈良林鎮山法営8年3月29日は、江戸時代前期のオランダ通じ、医師。意味川自民、法号は、永久。通称は、彦五郎、新江門、新し五平、特政権。ここに、奈良林秀久がいる。長崎の出身。9歳よりオランダ語を学び、19歳の時に、手島出入の者300名による試験に合格して、 小通事、39歳で大通事となる。オランダ省官庁の江戸入りに8回通事として同行したほか、リターン号事件などの大事件の際に通事として交渉に参加した。また、オランダ省官医官より乱放医学を学んだ。だが、元禄11年9月27日、突如オランダ人との内通の疑いをかけられてヘイトに、処せられて通事を解任。 その後許されて出家した後は、医師として、開業、診察の方あら多くの門人を育て、彼の子孫及び門人たちの流派は、奈良林流と称された。宝永3年には、フランスの外科医、アンブロワーズ・パレの著書のオランダ語版を翻訳した、クレナイ・エビス外科修殿を刊行しており、同書には、本草学者、朱子学者として名高かった、貝原バラ・が序文を寄せている。 法令五年には、名声を聞いた時の将軍、徳川綱吉が招兵をしているが、都が人であることを理由に、これを辞退している。また、福岡藩主、黒田綱正の招兵も、同様の理由で辞退している。大正4年、正五位を追蔵された。田尻左辺、増意所見伝蔵法番上特使増意年表 P37。ありがとうございます。